教えて、ディアブロ。皆さん、こんにちは。つい先日、ディアブロは幡ヶ谷にできた公衆トイレにおいて、女子トイレがなくなるということを取り上げさせていただきました。実際に新しくできた公衆トイレは、女子トイレがなく、誰でもトイレが新たに設置されている形のトイレとなっていました。このトイレについて渋谷区議会議員の須田健渋谷区議会議員が、ツイッターでどう思うかについて問いかけて、大炎上していることになっていました。渋谷区は2023年3月7日の夜中の11時にホームページを更新し、女子トイレをなくす方向性について否定をしています。今回は渋谷区の反応とそれについてのネット上の反応を紹介します。渋谷区が反応を示していたことを報じていたのは、2023年3月7日のトースポでした。以下引用です。東京渋谷区で起こった公共トイレ問題に対し、渋谷区は7日、公式 HP で、今後のトイレ整備について女性トイレをなくす方向性など全くございませんとネット情報を否定した。発端は渋谷区議会議員の須田健氏のツイート。幡ヶ谷で新しくできたトイレです。本日近くに所用があって写真をついでに、誰でもトイレが2つと男性用トイレ。渋谷区としては女性トイレをなくす方向性なのですが、私はやはり女性用トイレは残すべきだと思います。皆さんはどうお考えでしょうかと問いかけた。漫画家の倉田真由美氏は、女性トイレをなくすと驚き、公共のトイレは性犯罪が起きやすい場所、10年ほど前には熊本で女児が殺害された痛ましい事件も起きた、女性用トイレがなくなることでそういった犯罪が増える危険性はないのだろうかと、そのリスクに懸念を示した。仮面女子元メンバーで渋谷区議の橋本由紀氏は、共用トイレの必要性を強調しつつ、私は女性トイレスペース的に残せるところは残してほしいですと発信していた。7日、深夜になって橋本氏は、渋谷区からも女性トイレをなくす方向性など全くないと公式見解が出ましたと報告し、区が発信したページの紹介。今回のトイレ問題で様々な意見やメッセージを受けたことから、いただいたご意見を踏まえて、構造による安全の確保や様々な配慮を盛り込んだトイレ環境について今後も議論していきますと結んだ。女子トイレをなくす方向性がないと言われても、新しく作られた公衆トイレに女子トイレがなく、新たに誰でもトイレがついていたら、そう捉えられるでしょう。そもそも、なぜ新しいトイレにも女子トイレを設置していないのか、それが疑問でなりません。そうすることが LGBTQ 当事者への配慮だとでも言うのでしょうか。ディアブロはそうだとは思えません。それに女子トイレというものは話の中にもある通り、ある種の女性が使える自衛手段でもあります。熊本の事件を漫画家の倉田真由美氏が出していますが、それ以外にもディアブロが毎回提示している例として、1954年に起きた文京区小児女児殺害事件もあります。何度も説明していますが、この動画がディアブロを初めて見るという方に向けて、改めて文京区小児女児殺害事件がどういう事件かについて紹介しますと、1954年はまだ男女トイレが分けられておらず、学校のトイレも公衆トイレのように使われている時代でした。そんな時代に女子生徒が授業中にトイレに行きたくなったので、トイレに向かったのですが、その後に、ヒロポン中毒者が外部からトイレを使用するために、その学校へと入り、トイレで女子学生を見つけて強姦殺害した事件です。多少省いたりしていますが、大体そんな感じの事件でした。この事件がきっかけとなり、学校への侵入についての見直しや、ヒロポンへの見直し、さらには男女トイレができました。文京区小児女児殺害事件のことを考えても、女子トイレがないトイレというのは、危険性がとても高いのではないかと思います。それに共通トイレには前回も紹介した声で、連れ込まれやすいということもあると言います。個室であれば大丈夫だろうとディアブロは話しましたが、ディアブロの認識は連れ込まれやすいことを考慮できておらず、浅はかなものだったと理解しました。個室であるからこそ連れ込まれる可能性もあるのだなと思いました。それを増やすのはどれだけ怖いことなのだろうと思います。渋谷区の新しく作った公衆トイレから女子トイレがなくなったことは、それの前兆であるのだと言われても仕方なく、今回の声明については突然変更したと言われても不思議ではないです。ちなみに渋谷区の声明文も一応引用します。本区ではバリアフリーやユニバーサルデザインの考えに加え、多様な利用者の視点に立ち、人種、性別、年齢、障害などに関係なく、ハードソフト両面から誰もが使いやすいトイレ環境を整備しています。現在、公益財団法人日本財団と本区とが共同して進めているプロジェクトであるザ・東京トイレットでは、新しい公共トイレのあり方を通して、
ダイバーシティを受け入れる社会の推進を図ることを目的として渋谷区内17カ所の公共トイレの整備を進めています。その中では共用トイレを設置する例があります。またその共用トイレを主に配置し、その他のブースを状況に応じて配置する例もあります。渋谷区立幡ヶ谷公衆便所、渋谷区幡ヶ谷三丁目37番8号は上記プロジェクトで整備を進めてきたもので、このトイレには共用トイレ個室が2ブースあり、性別に関わらず誰もが快適にご利用いただける環境が整ったものと考えております。また男性用の小便器トイレを別途用意することで、より多くの方々が共用トイレをさらに快適にご利用いただけるものと考えております。なお令和5年3月6日ツイッター上で渋谷区議会議員から、渋谷区としては女性トイレをなくす方向性とのツイートがありましたが、渋谷区では今後のトイレ整備について女性トイレをなくす方向性など全くございません。引き続き利用者の方々が快適にご利用いただけるようトイレの適正な管理に努めてまいります。誰でも使いやすくというのであれば、女子トイレはつけるのが普通なのではないかと思ってしまうのはディアブロだけなのでしょうか。これについてネット上では批判が強いから急遽否定した感満載。なぜ幡ヶ谷のトイレに女子専用作らなかったか回答はないのね。なんかお犬様みたいになってきたな。女性用のトイレをなくすのではなくて共用トイレにするって言い訳してますけど、こちらが言いたいのは女性用専用トイレをなくすなです。女性の安全の確保があまりにないがしろにされている。要は多目的トイレオンリーってことだよね。これこそジェンダー問題。女性トイレという単語を渋谷区は女性専用トイレという意味で使っているのか、それとも女性も使用可能なトイレという意味で使っているのか、どちらなのかでだいぶ違ってくる。これ新幹線みたいに男子専用小便器、女子専用共用の3つでよくない？嘘つきじゃん。批判されなきゃわからないってコオロギと一緒なんだよね。明らかにアウトってなんでわからないんだろう。でも幡ヶ谷では女子専用トイレはなくて誰でもトイレしかないんだろう。言動が不一致なんよ。日本財団の寄付で建設費等には渋谷区の財源は投入されていないそう。また公衆トイレ利用者は圧倒的に男性という状況もある模様。公衆トイレならデザイン性より重視すべきものがあるだろうに、税金使ってないし共用あるから女性専用トイレなしの結論に帰着するプロジェクト、やばいね。でも実際には女性用トイレがない公衆トイレを作ったんだろう。批判が出たから尻込みしただけちゃうの？幡ヶ谷で新しくできたトイレに女性用トイレを作らなかったこととの整合性は、女性の権利よりも LGBT の権利なんやろか知らんけど、こういう話ってどこまで女性の意見が反映されてるのだろうか。女子トイレなくす方向って言ってた議員がいたのはどういうことなんだろう。共用トイレを女子トイレって言ってるわけじゃないよな。慌てて否定した感満載。しかしトイレなくすって感覚がわからない。これが当然、ぜひともこちらを信じたい。どうかぬか喜びになりませんように。じゃあ県のトイレはなんで女性用がないんだよ。性的に考えても先に作る整備するのは女性用トイレだろうね。男性用を先に作った時点で女性を守れないトイレになってしまったね。渋谷区区長は市長と同じ権限があり、選挙で選んだ区民にも責任はあるよね。でも実際に女子トイレがない公衆トイレ作ったんでしょ、確か。というように渋谷区の発表を信じきれない人が多くいました。いかがでしたか？今回は渋谷区が女子トイレをなくすということについて否定していることを発表していることを紹介しました。コメントの中にもあったように、女子トイレを女性も使えるトイレなのか女性専用なのか、渋谷区の見解にもよって大きく変わってくると思います。今の形で当事者は共通トイレを使っているのですから、今までの形のまま共通を増やせばいいだけな気がするのですが、それではダメな理由があるんでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。